おはようございます。速稼塾の久保です。3月19日5時20分の相場解説です。今回はレンジの中のことなんですね。でレンジのこの空間もですね30ピップスぐらいしかないんでレンジの中を行ったり来たり取るっていうのは非常に難しいんですけども、まあ言ってもね、私のゾーンの法則で考えれば取ることはできるかなっていうところです。私の場合はブレイクアウトを狙ってますんで、エントリーしませんけどもね。ただどういう風に見ていけばいいのかってことを今日は解説していこうと思います。それでは画面を切り替えてご覧ください。はい、デイリーになってきますね。この辺りはまあ大体トレンドの確認ですね。下の方に行ってたのが上の方に変わってきたよと、変わったのはここですよってことですよね。まあここはもう今まで散々お話してきたと思います。で、もう早速4時間の方行きますね。全体的にはこれまだ上昇トレンド続いてますからね。で上昇トレンドが続く中でちょっと横ばいに入ったよってことなんですよね。ここを天井にしてこんな感じの横ばいと、直近ではこういう風なね、この直近の小さな箱の横ばいではなかなかピップスが上下ありませんので取りにくいんですよね。それに引き換えちょっと大きめのこちらですね、こちらの横ばいでは上下が取れないことはないんで、まあここを狙っていく手はあったのかなと思いますね。まあどちらにしてもブレイクアウトを狙うところでして、ブレイクアウトは私は上の方に抜けると思ってるんですよね。というのがトレンドは上昇だからなんですよ。上昇の時は横に行くことがあってもまた上昇すると、上昇して一旦下がって N を書いてまた上昇するってことの両方があります。まあですのでね、ここなんですよね。力点はこちらですよね。ここを超えればなってところなんですけども、超えてないですね。下に行く可能性がないわけじゃないんですけども、私は上の方に行くというふうに考え傾いてますね。で、いよいよ1時間なんですけども、1時間の方はこちらの抵抗体があって、下の抵抗体がありますよね。昨日まで引いたのはここなんですけども、私は下に売りの方で入ってね、ロスカットを食らったのがここだったっていうことなんですけども、この度ね、また下にぶつかった時にバイで入れればよかったんですけども、ただここでロスカット食らった方もいたんじゃないですかね。これヒゲが厄介ですよね。でもまあ信じてバイの方に入った方はこの大きな流れが取れていて、まさに上の方に当たった時に今度は下の方に行ってるでしょ。これがまあちょっと勇気がいるんですよ。ここまで明確にゾーンが引けていても私はブレイクアウト狙いで入れないんですよね。ここの勇気が持てればなと思うんですがね。振り返ってみてもそうですよ。ここから売りの方に向かっていくし、ここから売りの方に向かっていくし、で、下のゾーンに当たると、バイの方に向かっていくしね。すごい明確じゃないですか、これが。これは昨日の深夜の話ですけど、見事な売りで。ありましたね。はい、レンジ内でオプション戦略を取るのか、それともブレイクアウトを取るのかって大きく変わってきます。もちろん両方ができる人はね、常に利益が取れてる状態ですけども、私の力量はまだブレイクアウト依存でございますんでね。多分皆さんもブレイクアウト狙いだと思うんですよ。でレンジ内で往復ビンタをね取り続けるというのはなかなかこれは高度な技になってきますんで、分かっていてもね精神の問題で取れないんですよね。いけると思えないですよ、なかなか。そうじゃなかったらどうするって思いのが強いと思うんですよ。私もその通りなんですよ。ブレイクアウトでも今回ね、失敗しまして、一回ロスカット食らいましたんで、まあそれでもね、これからもブレイクアウト狙いで取っていこうと思います。おそらくブレイクアウト狙いで、これから徐々に上に上がっていってね、そして109円の285を突破したとき、109円の300あたりでエントリーして、110円の方に向かっていく波動が取れればなってところですよね。でそれにしても、ドル高進みますね。円安傾向がかなり強いですね。まあ2017年あたりの時は114円だったような気がするんで、まあ、そっちの方に戻っていくのかなって気がします。それでは